アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。始まりました。始まりました。朝です。起きてください。起きてくださいよ。じゃあ今日質問からいきましょうか。いきましょう。人材紹介事業をしています。うん。2点課題があります。うん。見込み顧客開拓ができていない。大手人材会社との差別化ができていない。うん。少人数で人材紹介していく中で勝つ方法はありますでしょうかという質問です。まあもうその人の信頼しかないんじゃない。ああ、まああとはいくらの人をいくらにするかっていうとこだよね。ほう。年収いくらの人を扱うのかっていうことだけの気がするけどな、人材紹介って。うん。なんか人材紹介って僕のイメージはなんかみんななんか300万を400万にするみたいなイメージなんだ。うん、確かに。でもそれはそれでなんかいいことしてますけどね。うん。まあ企業も嬉しいだろうし、うん、だから金払うんだろうし。そうっすよね。でも従業員のこと僕は考えちゃうかな。ああ、どっちの従業員ですか。あ、そう、転職する人。ああ、はいはいはい、なるほど。でもなんかすごいお金払うじゃないですか。うん。人材に対して、うん、エージェントに、うん、なんでそんな払うんって思う。やっぱりその、そんな欲しいんだよ。へえ。だからどうやって働いてもらったらいいか分かんないから。ああ、ビーズは結構さ、なんかこの自社にさ、うん、独自セクションというかさ、なんか採用もできるし営業もできるし、うん、なんかサービスも提供できるしみたいな、なんか商品もあるしみたいな。そうっす、そうっす。でも普通はなんかないんじゃない、それが。へえ。自分がフランチャイズ駅前でソフトバンクのなんか携帯屋さんやるとして、うん、女の子どうするって多分なるんじゃない普通。ああ、確かに確かに、なるほどね。それ25万で働いてくれる真面目な女の子どこにいんのっていう。ああ、なるほど、確かに。でそれで人脈がめっちゃ多いパーティーやろうとかあったら、うん、誰かいないっすかとかって言ってもいけるんだけど。そうっすね。でもそうじゃない人があれを使うわけだから。なるほどね。うわー、そういうことか。だからパーティー野郎がその人脈を紹介するっていう文脈で言うと、なんかまあ理にかなってるよね。なるほど、なるほど。パーティー野郎なんて人材会社。そうそうそう。なるほど。そっかそっか。なんかもう全部ビーズってもうお金払ったことないじゃないですか。うん、採用に。そうそう。感覚が分かんなくなってしまう。そうなんだよ。新卒採用とかもめっちゃ金かけますもんね。うん。まあ、新卒の方が多分安いし、うん、染めやすいし、確かに転職しづらいってのがあるんじゃない。うん、確かに。すごいな、人材。エナジストはもうどんどん来てますよね。うん。でも大学3年生とかも来てますもんね。確かに。あれすごいですね。何で知るんですかね。確かに。次の質問です。いきましょう。アジラさんは保険屋時代に地方営業はしていましたか。地方での紹介営業の極意があれば知りたいです。まあ基本的にはしてないかな。ほう。大阪に行きたかったから大阪のお客さん増やしてた。それすごいですね。自分が行きたいところのお客さんも増やす。まあなんか地方の会いたい人がいるじゃん。うん。でそれ普通になんか会いたいからって言ってもさ、なんか赤字じゃん、うん、確かに。だ1回行く旅費がいくらで、うんうん、じゃあ契約どれぐらいないとよくな、ダメでみたいな、はいはい、なことを考えてたかな。なるほど。でもそれはやるべきじゃないよ、地方に行くこと。ああ、無駄にやっぱ証券を広げるべきじゃない。へえ。行かなきゃいけないじゃん。確かに経費がかかります。経費かかりすぎるからそれやめた方がいい。うん。でもあるとしたらその地方戦略みたいなのがすごくあって。へえ。いや、まだプルデンシャルっていう保険を知らないとかさ。ああ、なるほど、ね、保険代理店っていう概念も知らないとかさ。ああ、保険をよく分かってないとかさ。はいはいはい。なんか日本生命と第一生命の幅を利かせてるとかさ。なるほど、なるほど。なんかそういうエリアに突っ込んでいくのはめちゃめちゃありだよ。なるほどね。あったでしょ、全員お客さんだから。確かに。で、東京から来ていただいたなんか保険の先生みたいになるよ。ああ、なるほど、素晴らしいです。
あ、じゃあ今あの家にある保険証券と、うん、あのご印鑑持ってきていただいてもいいですか、はいはいはい、で契約になる。なるほど、すごいな。結構な地方じゃないと難しそうですけどね。うん、沖縄とか良さそうですね。沖縄とかね、所得が高くないからね。どうなの。あ、確かに札幌じゃない北海道とかね。あ、広いからね。うん、日本の人口より多いらしいからね、札幌は。北海道が全域やらせると。おかしい話ですね。日本より広そうですもん、ね、日本より広いんだよ、札幌は。札幌じゃない、北海道。北海道の中に本州が入るから、ね。それはそれ、それはそうか。すごい話ですね。じゃあ次いきます。行きましょう。最近の意識の低め方を教えてくださいって言うんです。あー、意識を下げたいね。最近あの鳥貴族だけならぬあのバーミヤンにもちょっと攻め込んでて。うわー、あそこうまいっすね、うん。もうま、チャーハンに麻婆豆腐かけちゃいますもん。そうなんだね、はい。かけても安いからね。確かに。でもそれで大阪王将とかうまいけどな。大阪王将の天津チャーハン、うん、はいはい、ありますね。あれやばい、ね、あれうまいっすね。あれやばいね、ほぼドリンクだね。うん、大阪王将と餃子の王将ってありますよ。ある、無関係だけどね。なんか議論がありますね、そこの、うん、どっちがうまいっていう。僕大阪王将の方がうまいと思う。へえ。最近大阪王将がいろんな店舗展開してるからね。へえ。なんか女子向けのなんか作ったりとか。なるほど。全く別ブランドで。へえ。何の質問だっけ。あ、意識の下げ方ね。それは下げ方です。なんだろうね。うん。あー、でもやっぱりね、カラオケって意識低いと思うんだよね。わー、僕も最近一番好きかもしれない、うん、カラオケが。僕もここ数日で気づいてしまった、それに。はいはい。あれ一番意識低いんだよね、なんか。なんでなんすかね、あれ楽しいの。あー、やっぱ歌えるっていう、なんか自分がこう操作できてる感じと、あー、あとはなんか人に聞いてもらえるみたいなところだと思う。あ、そこ大きいな。あとはちょっと褒められるみたいなところ。確かに確かに。しかもお酒飲んで酔っ払ってから行くから一番楽しいっすね。何なんだあれは。だから100倍ぐらい上手くなってる気がするしね。うん。でも日本の文化ですよね、だって。そうだね。海外にないっすもんね。そうね。確かにプロでもないのに人前で歌う文化。しかもあの、言いにくいことを言うじゃないですか、日本の歌詞って、うん、あー、君が好きだ的な話を。あー、それを言えるからいいみたいな文献を読んだことがあります。あー、なるほどね。はい、キザなことを平気で言えるっていう。カラオケを徹底的に歌わない人もいるしね。あー、歌わない人いますね。うん、そしたらやるとカラオケ行きましょうって言いにくいよね。言いにくいっすね。みんな歌う人だったらね。でもボイス、何したっけ、あの素人が言ってるやつ、ボイストレーニング、ボイストレーニング、うん、あの吉田龍平も言ってますけど、あれなんで行くんですか。やっぱ行ったら上手くなると思ってんじゃん。上手くなるんですかね。上手くなると思う。へえ。でもやっぱゴルフと一緒で、うん、練習ってめっちゃやんないと上手くならないんだよ。いや、そうなんですよ。それは僕ゴルフで聞いてきますよ。 あれがね、やっぱね、世の中にはびこるダメなとこだね。はい。え、ダメなんすか。ダメダメダメ。え、何がダメなんすか。え、めっちゃ行けっていう。ああ、めっちゃ行けよっていう、はい、うん。筋トレとかもそうだよ。まあ筋トレもそうっすね。僕もだってこの3ヶ月ぐらい死ぬほどやって、初めてドラコン取りました。おお。あ、コンペみたいに行ったの。はい、270ラウンド取りました。おお、すごいね。はい、しかもドラゴンホールで。はい、僕勝負強いっす。やり込まないとね。
いや、そうなんですよね。なんか月一やってるぐらいで上手くなるわけないんですよね。そうなんだね。確かに。でもいろいろやっとくとなんかいろいろなんか謎に結びついたりするとこもあるんだけど、ね、ああ。ビーツのなんかロープレイとかめっちゃ思い出しましたね。初月なんかもう死ぬほどやって、うん、もう短期間でワッてやって、うん、短期間でワッて結果が出るっていう、うん、この感覚をそう何にでもやんないと無理ですね。あれって結局さ、その後の資産になるじゃん。うん。だ筋トレも始めたらもう月20回くらい行った方がいいんだよ。そうっすね。そしたら何となく形作られるから、うん、そうなんですよね。なんか絶対そうなんだよな。最初に一生懸命めっちゃやり込むっていうのがめっちゃ大事ですね。スタートダッシュですよ。意識の低い低め方の質問なのに高いです。めちゃめちゃ高いカラオケがいいっす。カラオケいいよね。あとなんだろうな、まあ、なぜ意識を下げる必要があるのかっていうところから議論しといた方がいいかもね。あ、そもそも高くもねえのに低めるなとは思いますけどね。うん。やっぱあれじゃない、学生時代の友達と会うとかもありだよね。あー、なんか高校の時のあの事件面白かったなみたいな。あー、そうあれ低いっすね。めっちゃ意識低いじゃんあれ。僕も多分ビビるぐらい言葉遣いとか違うと思う。あー、地元で話した時とか。その学生、大学までの同級生と話す時とか、うん、言葉遣い自体が違う気がするんだよね。確かに言葉があるかもね。うん、確かに僕も大分弁で意識高いこと喋れないかもしれない。確かに。面白いな。チョリースが来たらいいんじゃない。言葉です。言葉だね。次行きましょうか。行きましょう。これ答えたかちょっと覚えてないんですけど、仕事ができる人とよく言いますが、具体的にどういう人を指すのでしょうか。言語化していただけると幸いです。まあクリエイティブ職か営業職かによると思うけど。ほう。まあクリエイティブ職だったら完成度だよね。なるほど。完成度か、あとは逆提案だね。ああ、こうした方がいいと思いますって言える内勤の人はめっちゃ強い。なるほど。で、その、まあ、それディレクションって言うんだけど、うん、その、こうした方がいいと思いますができない人は、もう価値ない。なるほど。ゼロ。価値ゼロ。なるほどね。だって何も、この、なんだっけ、文殊の知恵だっけ。ああ、はい、はい。文殊の知恵になってないじゃん。はいはい。三人よれば文殊の知恵みたいな。そう、になってないじゃん。確かに。だから議論ができる人ないと内勤は辛いよね。うん。パソコンが使えますかっていうことの価値が何もないというか、議事録取れますみたいなことの価値がなくて。うん。で、営業だったらやっぱ早いことが一番の価値じゃない。へぇー、仕事ができる人、早い。うん。確かにね。速さだけだと思う、営業って。確かに。返信遅い人はちょっとあれですね。速さのみ。ありがとうございました。